車で行こうです今回紹介するのはパワートレーンを一新して魅力を高めたシトロエン C4 ですヨーロッパでは定番の C セグメントに属するこの C4 フォルクスワーゲンのゴルフやプジョーの308といったライバルに対して一体どんな特色を打ち出してきているのかじっくりと検証していきます シトロエンといえばルックスはもちろん味わい深い走りにも注目したいところです新しいパワートレーンがどんな味わいを作り出しているか気になりますそれではポイントを見ていきましょうシトロエン C4 は全長が4 3 3 0ミリ、全幅が1 7 9 0ミリと都市内でも扱いやすいサイズにまとめられた5ドアハッチバックです今回のマイナーチェンジではヘッドライトを LED ランプ内蔵のものに リアランプは立体的なデザインとすることでより存在感を高めてきています注目のエンジンは1.6リッター直列四気筒ターボから1.2リッター直列三気筒ターボへと大幅にダウンサイジングを遂げました最新の直噴システム採用などによって余裕ある出力と低燃費を実現していますトランスミッションは最新世代のトルコン式六速 AT を採用 日本の道路環境でもスムーズな走りを可能としていますシュトロエン C4 のグレード構成はベースグレードのセダクションとパノロミックガラスルーフやブラインドスポットモニター17インチタイヤなど装備を充実させたセダクションアップグレードパッケージの2種類となっています走りやすさと実用性をバランスさせたモデルとなることでシュ、うん、トロエン独自性というのがどのように表れているか注目したいところですねそうですね。 はい、CM の後はいよいよ試乗ですンンシトロエンの C4 セダクションアップグレードパッケージに今高速道路で試乗していますこのシトロエンの C4 今回かなり大きなマイナーチェンジをしてきたんですねでそのうちの一番の目玉となるのがやはり新しいエンジンです1.2リッターの直列3気筒のターボということで3気筒がこのクラスにまで え入ってきたと、えー、これはまあ注目ですよねまゆったりと高速道路をクルージングしてるんですけれどもどうでしょう耳を澄ませてみても聞こえてくるのはタイヤの音だけですエンジンの音はもう注意深く観察しても聞こえてこないですね 加速性能自体もこのボディにはこのエンジンってもう十分すぎるぐらいよくく走ってくれますね、まあ、最新のダウンサイジングターボエンジンの実力これを感じますよね。 シトロエンに限らずフランス車は結構そのガラスルーフが好きなんですよねこの C4 に関しても今日乗っている車大きなガラスルーフが付いています後席に乗っている人にとってはこれはね相当なエンターテインメント性がこのガラスルーフありますねじゃあ運転席からどうかというとこの上のここのトリムはほとんどというかまあ僕の場合は視界には入ってきませんもう全面ガラス プラス A ピラーが細いのでこれほど開放的ななななといいうのはなかなかないですねこの車にドアを開けて乗り込んでシートに座った瞬間にうわ気持ちいいなと感じたんですね。 見た目は結構サイドサポートとかも張り出していてスポーティーなんですが座った感じはこの表面のファブリックがきれいにたわんで体の形にすごくフィットするプラスサスペンションが吸収しきれなかった振動それをこのシートが第2のサスペンションとしてすごくきれいに吸収してくれてますよねでこういうシートはま経験上長時間座っていても 疲れななないいい腰も痛くならないそういうシーートですさあワインンディングロードに入ってきましたあの上り勾配で4人乗りプラス機材割と重い状況でえこの1.2リッターのエンジンがどのぐらい仕事をしてくれるんだろうなというの興味あったんですがこれ想像以上にしっかり走ってくれてますまあ,あの今ぐーっと回り込んだコーナーを曲がっていったんですけれども。 結構これ気持ちよく曲がってくれますね。吸いつくようにとはちょっと違う。あのどちらかというと警戒感っていうのが強いと思います。姿勢を見ても結構これはロールを自然にグーっとこうさせていく方向性なんですね。積極的にロールをさせることによって4本のタイヤ、特に内側のタイヤを路面にしっかりと押し付けていると。 いうことなんでちょっとこうソフトな足がかなりこういったワインディングロードでもうまく使われているなとそれが気持ちいい走りに繋がってますよねこれステアリングの軽さがとても良い,い軽さです軽い中にも ししっかりとととインンフォメーションを残しているといるうことですで僕昔あの「プジョーの406という車に乗っていたんですがあの車もまさにそうだったんですね、まあ、その辺りは走り味に対するこだわりの強さですね、えー、そういうものがものを言う領域なんですがやはり、うん、あのそういうところにちゃんとこだわってくれてるなと嬉しい気持ちになりますね。まあ、この新しい エンジンを手に入れたシュトレエンの C4 なんですが環境性能に適合しつつもやはりそのシュトレエンの C4 ならではの味わいいいとととかかか魅力とかそういうものはしっかりと残しっり残ててきていますよね週末に友人とか家族とドライブに行ったらきっとみんなが自然に笑顔になれるんだろうなとそんな風な気分にさせてくれる車ですよね。 それでは安全性の評価に行きましょう。シトレエンの C4 なんですけれども、このようになりました。衝突回避ブレーキ、歩行者検知機の車線逸脱警報といった、まあ、ハイテク安全装備は今後への期待ということで評価頑張りましょうとなります。そして燃費なんですけれども、今回はおよそ330キロ走ってリッターあたり11.4キロでした。 私、後席に乗ってみたんですが、うん、ああいうハッチバックのモデルってこもり音とかが聞こえやすい環境だと思うんですけど、うん、そこをすごくしっかりと抑えていて、はい、快適性というのはすごく意識した車だなと、うんね、全体的にすっきりとした音作りができているなと僕もそこは感心した部分です、はい、ではここで試乗した C4 セダクションアップグレードパッケージのユーティリティをチェックしてみましょう。 まずは後席への乗り込みです、まあ、居住空間と使いやすさバランスさせたモデルだと思うんですけれども、まあ、この辺りは身長1 6 2センチの私が乗り込みますがこのまず体周りですね開口部結構広いですしシートがちょっと内側にレイアウトされたイメージでしたねそして膝周りなんですがこのように五郎さんのシートポジションに合わせて 2.5個そして頭上はこれパノラミックガラスルーフついてたのでこれ原骨一つ分ですね、うん、そしてシート自体は結構広めに取られていて大きな体を支えられそうなイメージでしたそしてこのようにですねガラスルーフとサイドウィンドウなどがつながってパノラミックな視界が楽しめますそして ラゲッジスペース開けていきますとこの開口部下の方まで結構しっかり大きく切り取られていて荷物入れやすそうですねそしてこの奥行きが思ったよりも広くて、うん、これ結構人が座った状態で荷物詰めるなって感じました<ー>そして後席さらに荷物を積みたいときは40対60の分割可動式あの平らまではいかないんですが十分に荷物たくさん積めますよね、うん、そうですねあの C セグメントというのはやっぱり大人4人とそれぞれの荷物を積んで 長距離移動できる最小限のサイズっていうようなねセグメントなので、そのあたりやっぱりバランスの取り方ってすごく気を使ってますよね。そうですね。はい、えー、この後はインポーターの開発担当、あインポーターの担当者の方にお話を伺っています。それではシトロエンの C4 についてプジョーシトロエンジャポンの村田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いいたします。村田さん、あの C4 乗ったのを。 結構久々だったんですけれども、あのー、なんか昔の記憶を思い出しながらこう見たり乗ったりしてたんですけど、今回結構大胆に。 いろんなとこてきましたねそうですねあの、フルモデルチェンジして5年になるんですけれども、うん、あの実は若干、シトロインの中では正直申しまして、C4 って地味な存在でして、うん、C3 ですとか、C4 ピカソの方にあにスポットが当たることが多かったんですけれども、はい、そこにです、ね、新しいパワートレインを入れまして、顔立ちもちょっとキリッとさせまして、うん、一新させました、うん、フロントフェイスに LED を使いましたり、うん、えーとリアを 3D にしましたり、うん、そういったところで、静観でシャープな顔立ちになりました。 あの僕エンジン・オブ・ザ・イヤー世界のですね、はい、審査員やらせていただいてるんですけどまあこれ1位取ったんですよねおかげさまではい1から1.4リッター部門でトップ取らせていただいてます。うん、コンパクトで走りやすくてそれから燃費が大幅に向上していますね。 前の1.6と比べるとどのくらいの燃費が良くなってますかはい、あの実は20%程度上がっておりまして、うん、これはあのエンジンのダウンサイジングですとか性能ももちろんなんですけれども、うん、車重全体も30キロぐらいダイエットしておりますなるほどねあのトランスミッションも今度は6速のトルコン式の AT になったんですよね、はい、これなんか結構大きいんじゃないですかねそうですね非常にあの特に日本の道ですとか日本のお客様には運転しやすいトランスミッションなったかと思います、うん 今回の C4、まあ、改めて乗ってみてやっぱりこう、えーまあ、シュトロエンらしいなってこうしみじみと思ったんですけれどもそうですね、あのフレンチハッチバックとしてですねパリなんかでは非常にたくさん走っているそうです、ね、モデルなんですよね、うん、あのシュトロエンならではの軽快でコンパクトで取り回しの良さ、うん、プラスあのサスペンションですね柔らかいサスペンションとそれからシートの乗り心地、うん、ここがまさにシュトロエンだなという感じはしますね。うん、まあでもあのガラスルーフ あれなんかも気持ちいいいですねはい、これはもうシトロエンの箱なんですけれども、うん、私どもシトロエンスカイという表現を使っているんですが<お>やはりあのフランスは日照時間が短いですのでできるだけ外の明かりを取り込もうという取り組みが特にシトロエンは、うん、あのたくさんやっておりますこの C4 もですねたくさんあの光を取り入れることによって中にいる人を幸せに楽しくしていこうというコンセプトです。 DS っていうブランドが独立しました前はシトロエンの DS だったのが分かれましたとそういう意味でいくとそのシトロエンのらしさっていうのはどんなところに置かれてるんですかねそうですね私個人的な意見も入りますけれども、うん、やはり DS とは一線を隠したですね独自のシトロエンウェイというのがやはりあると思うんですよね、うん、乗りやすさ乗り心地楽しさポップで軽快で明るい、うん そういったブランドの方向性で、どんどん次々商品を出してもらえるんじゃないかなと期待しています。うんなるほどね、今日村田さんがあの、こうスカーフ。<laughs> そういう色のイメージの。 なんかブランドになってくるような感じがしますよねそうですね非常にカラフルでポップで、えー、CO が女性になりましてあ、はい、あのずいぶん雰囲気は変わったと思いますうそうすると DS を紹介するときに村さん出てきていただくときはちょっと服装なんかも変わってくるのかもしれないですね,うですね、はい、もう少しダークな感じで <laughs> 参りますなるほどよくわかりました <laughs> はい、今日はどうもありがとうございました <laughs> ありがとうございますそれではここでシトロエン C4 の評価に行きたいと思います <laughs> 僕の評価はこのようになりました。まる、えー、乗る人全員を笑顔にしてくれるキャラクターですね。あの PTR でも言ったんですけれども、運転していても楽しいけれども、例えば後ろの席に座って、もう本当に頭上に広がる空を眺めているだけで、すごく車内の会話っていうのは盛り上がると思うんですよね。で、まああの車の中にいても結構そのインテリアなんかも質が高くて、えー、そういう意味では乗ってる人が どん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 明るくなっていろんな会話が弾むそういうキャラクター不思議なキャラクターを持っているなと感じたのが、まあ、この車のいいところでしたまずこれはあの大柄な人が乗ると後席のヘッドクリアランスが不足気味になるかなとあのうちのスタッフで身長高いの180以上の人物がいるんですけれども彼がが乗るとと頭がちょっとつっかえ気味になりましたそういう人は、えー、ガラスルーフなしのモデルを選んだ方がいいと思います。 はい私は、ですね丸なポイントこれはメカは刷新ししながらもどこか懐か懐い走りの味があるとということです、まあ、メカの面では勝敗気量ながら気持ちよく流せる1.2リッターの直噴ターボエンジン滑らかに走れる 6AT を最新世代のものになっているんですが走りの味においてはシトロエンらしさが全開で走り出す時一瞬腰を沈めながら加速していく姿勢とか不安としながらも収まりがいいサスペンションの動きとかどこかほっこりとした乗り味に癒されるそんな車 だったと思いますそしてバッテンこれはですねデザインにもっと遊び心が欲しいと書かせていただきますまあ、現在の C4 はとてもシンプルなデザインでどちらかというと万人に受け入れられやすいデザインじゃないかと思いますただ走りの面これほどまでにシトロエンらしい味が出てきたということでデザイン面でも今後いろいろと方向性変わってくることは期待されますので見た目ももう一ひ,ひねりあっても きっと受け入れられる車になるんじゃないかなと思いました。うん、なるほど。はい、はいえー。というわけで二人の評価はこのようになりました。<laughs>